こんばんは、こてつチャンネルへようこそ。イエーイ。ということで、こてつです。はい、こてつカラー撮りましたが、ちょっとこてつが入るようにね、こんな感じで下から行ってますが、はい、こてつね、今ちょうど病院行ってきたとこです。2週間検診がね、終わって、順調ということでね、もうカラーもね、傷口舐めないんであれば OK ということで、まあちょっとあと2、3日は、舐めないように見とかないとダメなんですけどね。もうお散歩も OK ということで許可をもらいました。走ったりね、ちょっと高いところからジャンプとかダメなんですけども、なのでね、家に作ったゲージも、もう取っ払ってしまって、その代わり段差のないようにね、平べったい平面1枚で、広く、また前の全く前の通りではないですけど、前のような感じでね、こてつ生活できるようになりました。はい、良かったです。本当に良かったです。手術もね、経過が良くなかったらね、再手術とか言われたらね、ちょっと困ったんですけど、そういうこともなく、きちんと、治っていってるということで、太鼓も押してもらったんで良かったです。なのでね、病院が鶴橋だったんで、今ちょっとここはどこかというとね、大阪城公園です。大阪城公園に来てみました。まあなぜかというとね、前もちょっと言いましたが、白天ちょっとやろうかなと思いましてね、下見を兼ねてきました。前とも全然違うんで、駐車場からね、この、白天の、俺が取ったスペースまで結構近くなってて、前はね駐車場がなかったと思うんですよね。ほんで公園の中も通れなかったんで、すごい大変やった記憶があるんですけど、どうやら、スムーズにねここまで来れそうです。段差もないのでね、ガラガラっとそのまま引っ張って来れそうだなというのが分かりました。一安心です。ちょうどここはね俺がやるブースです。ちょっと手の長さもあるんでね、なかなか難しいんですけどね。見てください、水上バス乗り場、水上バス乗り場のすぐ隣でやります。なので、ここに来てもらったらね、今週の日曜日ですね、4月28日日曜日、俺が午後から歌ってます。まあ、1時ぐらいから5時ぐらいまではいてると思うんですけどね、まあ、3ステージぐらいやろうかなと。菅井さんが手伝いに来てくれるというのでね、菅井さんと一緒にねここでうろうろしてます。まあ、今回は久しぶりの第1回目っていうことなんでね、あんまりややこしいことをせずに、あとはうちの機材で、できるのかっていう、そういうサウンドチェックの意味を込めてやりますんでね、ぼちぼちとそんな感じでやりたいなと思ってます。はい、ということで、大阪城公園からね、この後、まあ、こてつとちょっと散歩してね帰ろうと思います。はい、ということで、こてつ、順調に治ってますっていうのと、白天の告知でした。はい、28日お待ちしてます。それではバイバイ。